いいことをスイッチイエーイ。みーちゃんです。りんにゃんです。たくさんです。マイクです。ダイです。はい、今日の動画は、今日はですね、そろそろね、遊戯王の改訂、新規改訂があるんですけども、なんかまことしやかに新ルール発表されるんじゃないのみたいな、別にすぐじゃないとは思うんですけど、って言われてるんですよ、OCG の方ね。まあ、ちょうどそのクールもちょうどいいところでして、前回はリンク召喚っていうのがね、新たなガラッと変わったルールとしてできたんですけど、また何か発表されるんじゃないかということで、私持ってきました、その案を。はい、新ルールの案を持ってきましたんで、まあ、その案は一番最後に発表させていただくんですけども、まあ考えてみようじゃないかというコーナーでございますよ。ということで、まあ言うと、今までは、例えばシンクロエクシーズ、白いやつと黒いやつやりましたね。で、ペンデュラムときまして、ペンデュラムときまして、で、リンク召喚ときました、で、こう今まではその召喚とかの延長線上、言うたらこの特殊召喚の幅をどんどん広げていきましたみたいなところなんですよね、大きな変化で言うと。なので、まあ新しい召喚の方法が出てくるのか、それともまた違うのかみたいな話ですね。で、シンクロにしてもその縛りがあるから、まあ普通の特殊召喚は当然出しにくいっていう、出しにくいけど強いの出ますよっていうやつですよね。リンク召喚もまあいろんな条件があってみたいなことだったんですけども、なんかどう思います？これ全然遊戯を始めたてのお二人とかでも、なんか適当な面白い答えが期待してます。僕と山下くんはもう大体もう、あ、これじゃねっていうのが、そうですね、もしかしたら北海道のローカルルールではもうされてるかもしれない。そんなんあるんですか？なんやろ。どうぞ。これはもう理想ですよ、はい、理想なんですけど、例えばもう何でもいいんですよ、カードは、もう何でもいいけど、とりあえず5枚を重ねてマジカル召喚マジックみたいな。なるほどね。じゃあそのカードとあと手札も5枚あったらもう重ねてと、やばい。なるほどね。でも5枚は必要ない。そう、一応5枚は必要っていう、ちょっとそういうとこで難しさを、1回のために5枚はきついな。はい、出たらどうなるんですか？出たらめっちゃ強いんですか？強いカードが出します。うん、マジカルショックで名前はなんかありそうやろ。ありそう。マジ？うわ、面白いな。タグは面白いな。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。コナミさんお願いします。マジカル召喚お願いします。採用。採用。じゃあ妹はどうですか？でしょうね。なんかでも最近さ、むーちゃんがさ、やってるやつでさ、この3枚の中からなんか引いてくださいみたいな、はいやり方がいいですね、じゃないですか。だからそんな感じで、そのなんか真剣衰弱みたいに、こうなんか例えばそのこうデッキトップから5枚並べて、そう、5枚並べて自分が好きなやつ引いて、同じやったら使えるみたいな。3枚しか入ってないやつ消したらすごいな。コナミさんお願いします。お願いします。じゃあなんかその新しいちょっと概念的な感じで、こうデッキとエクストラデッキってあるじゃないですか。それもう一つでギフトデッキっていうのを作って、でそのデッキは自分が用意して、相手の方も用意して、でお互いに渡すんですよ。渡して、ではカードの効果で、じゃあ相手のそのデッキから一体モンスターが出ますみたいな、で出たら相手がその自分に妨害のあるなんかモンスターが出てきて、こっちから能動的にその相手にモンスター出させて、ちょっと相手に妨害するみたいな。まあ怪獣みたいなやつ、怪獣の魔法か、魔法わかんないですけど。なるほど。コナミさんお願いします。お願いします。じゃあ、カードによってやっぱ強さとかがあるじゃないですか。それ強いカードは高いですよね、きっと。だからもう、そのお金持ちの人が勝っちゃうんじゃないかなって私は思ってしまって、あ、まあそうだから、カードの強さはその柄の可愛さで勝負。見た目で、見た目で、あ、これ可愛いから強い。すごい、もう根幹から変わる。コナミさんお願いします。お願いします。いや、まだ意外とけど、それその要素はあるんですよ。なんか女の子の可愛いキャラでって大体強いみたいな。確かに
確かに。ただ高くなるんですけど、うん、戦闘機とプテリクス、うん、なんか今ってこう除外されてるやつも、うんうん、まあ実質使えるじゃないですか、うんうんうん、だけどなんかもう完全に除外みたいな、もうい何その除外の先、除外の先に行ったらもう絶対何があっても帰ってこない停止みたいな、そういう新しい概念みたいな、あと領域が生まれるんじゃないかというですね、はい、なるほど、外に花見さんお願いします。お願いします。で、僕たちのじゃあ案をプレゼンさせてください、はい、で基本的にはこれあのマジック・ザ・ギャザリングをやってた時に気づいたんですよ、うん、遅いんですけど、で僕はまあやっぱりマジックが基本なんじゃないかなと思ってて、マジック・ザ・ギャザリングって一個あるものがありませんか、何ですか、どうぞ。プレインズ・ウォーカー。そう、プレインズ・ウォーカーっていう概念がありまして、これはプレイヤースキルなんですよ。言うとあのそのプレイヤーのじゃあこの例えばデュエルの開始時ワンドローに加えてもう一回ワンドローするみたいな、うん、そのルールカードみたいな、うん、それが出てくるんじゃないかと踏んでます。デュエルリンクスみたいな、そ う, そういうことです、でデュエルリンクスはそれの壮大な実験なんじゃないかと。あ、そう、今までそうデュエルリンクスってあるんですよ、プレイヤースキルが。これなんで OCG になくてデュエルリンクスになるのかとか、そうだから僕デュエルリンクスほとんどしてなくてで、1個なんでやらへんかって言ったら、よしやろうと思ったら350メガのダウンロードをしますって言われて、めっちゃ長いです、最初めっちゃ長いわってなって、デュエルリンクスちょっとやってみたんですよそしたらなんか知らんけど、急なんかもう何のこともにもなくプレイヤースキル使われてるんですよ、うん、闇の力とか言われてえ、何これと思って、え、何びっくりしたってなって、あ、もしかしてこれはと思って、 MTG のこともありつつ、まあ、プレイヤースキルありえるなと。で、それをすることによって今不自然なことが遊戯妖怪って起こってるのが手札誘発なんですよ。いわゆるハル・ウララとかゾウジーとかが、必ずその大会デッキに採用されてるんですけどっていうことは、次の環境でウララとかゾウジーとかに依存するような環境はやめた方がいいって多分なるんですよ、ね、思いません？まあ、実際そのマイキーみたいなのに高いですしね。そう、とてもなので多分で手札誘発って何のためになるかっていうと、まず先行制圧と後行ワンキル、うん、多分ここら辺がプレイヤースキル的なところで、そう緩和というか、またぐるっと逆転の一手にもなりうるような何かができるんじゃないかと思ってるんですよ。なるほど。で、僕デーリンクスほとんど知らないんですよ。例えばどんなスキルがあるんですか？まあ、使いやすいところで言えば、まあ、リスタートっていう、まあ、言うよりできないマリガンができるとか、まあ、その闇の力とかもそうなんですけども、自分に有利なフィールド魔法を置けるとか、好きなカードを引けるなんかもありますね、ディスティニードローっていう。え、それほんまに好きなカード引けるの？ほんまに残りのデッキの中から好きなカードを次のドローで引ける。ただ、まあ、そのライフポイントとかに制約があるんですよ。まあ、それぞれのスキルが何回できますよっていうのも結構決まってますね。まあ、いいですね、面白いですね。だからそれが実装されるんじゃないかって踏んでて、あともう一個あるんですよ僕。プラス実装されるプラス2ブロック制度が取り入れられるんじゃないかなと思ってます。これもうデュエマはもう2ブロックありますよね。要するに直近のカードしか使えない大会みたいな、で、MTG でも全然それはあるので、直近のカードしか使えませんっていうレギュレーションが出てくるのかなと僕は思ってます。そうじゃないとなんか新規の人の獲得ってまあ一つの課題じゃないですか。それって遊戯王ってもう昔の層は熱いんですよ。だから新しく始めやすいのはやっぱりこのプレイヤースキルの導入とそれに合わせたゲームバランスの一旦リセットで、そのプレイヤースキルに合わせたカード、ゲームのスピード感とかで、それで2ブロック制度みたいなのができるんじゃないのと私どもは思っていますが、皆さんはどうお考えでしょうか、どう感じられましたかということで、もしこれが実現されましたらですね、花見さん僕たちにお金ください、よろしくお願いします。お願いしますということでございまして、年末の遊戯王新リミットレギュレーション発表の前にですね、新ルールを考察してみました、妄想してみました。それではですね、この後も対戦動画などもろもろ上げていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。
評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、サブちゃん、くるみちゃんへのチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。こんにちは、こちゃです。ずっと寝る前に結構携帯を触ってしまう癖があって、なかなか寝られないっていうことがあったんですよ。でも携帯をね、ほんまに見るのやめて目をつぶるだけで一瞬で寝れるんで、皆さんぜひやってみてください。もう今再現します。ベッドを横になって、あ、今は何時だと思って、こうやってやってこうピーって言って寝ます。あ、スパーって起きたら気づいたら朝ということで、くるみチャンネル登録お願いします。バイバーイ。